せーの、どうもエフェストリタです。よし、タモラです。本日は最近やった企画リバイバルです。あらー、企画発表します。ラーメン VS 寿司、太った方が勝ち対決。まあ、この間あの1万円予算で自炊 VS 外食で、まあ、これチームに分かれてバトルしたと思うんですけれども、はいはいはい、ちょろかったっすね。カズちょろいっすね。だいぶ差ついたんじゃねえか。そうだよね。でそこで何ですか、岩さん。リベンジかましてえなまあさすがにね。さすがによ。あの圧倒的な負けだったんで。そうっすね。これはやっぱり負けず嫌いなんで僕らも。まあね、なんかあれ普通に嬉しかったもんな、勝った。いや普通に嬉しかった。結構脳汁出たんだよね、うん、ちょっとこちらのチーム、前回と同じチームであえて分かれていきたいんですよ。なるほど。任せろ。まあ、岩がリベンジしたいっていうのは小耳に挟んでたんで、任せろ。どっちがどっち担当するのかっていうのは、まあ、リタカチームがラーメン。おー、うん、まあ、これはもうイメージ通りだと思うんですよね。まあね、確かにね、麺しか食ってないからね、普段。そう、まあそうね、2人はね。まあメインフェーズトップ2なんで、ラーメン好きは。はいはい、寿司は食えるんだけど、食えないのがあまりにも多すぎるいや、そうな不利に働くっていうことで、はい、ラーメンと寿司、はい、でやっていきますと、はい、なるほど。で、2人はお寿司屋さんに行って、うん、まあいっぱい食べてもらうんですけど、はい、こちらチーム、またちょっと自炊で勝負したいです。ラーメンを好きっすね。いや、マジで楽しかったよな。楽しいけどね。なるほど。じゃあ僕たちはプロが作ってるから。そうね。今回も勝ちます。いいえ。いや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 、今回強気やん。意気込んでる。すぐね。2連敗なんてしないっすよ。いやでも負けないよ。ラーメンだったらめちゃくちゃ食えるって豪語してる人いるからね。マジで食えます。らしい。確かに、ね、やばいと思うよ。実績ありますから。そう、実績はあります実は、はい、前回よりもきついと思うので。ああなるほど。プレッシャーもあると思うし。そう、はい、覚悟した方がいいと思う。まあね、お互いにプレッシャーあるんじゃないの。え、負けらんねえな。どっちも2連敗はさすがにできねえんじゃねえ。でも今回が得意のラーメンだから負けたらやべえんじゃねえのとかいろいろあるし。めっちゃ弱いぞ。めっちゃ辛くなった。という企画を本日やっていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。タイムズルズル肉。こんにちは、チームラーメンマンです。はい、というわけで、前回のね、自炊でね、エプロンするの忘れたなと思って。はい、そうね、せっかくあんのにね。そう、麺からのしっかりみんなあるからさ、うん。まあ、数明かしてもらって、そう。まあ、俺、牛さんで。そうです、麺からです、これ。はい、やらせていただきます。麺からです。麺から牛柄？はい。新しい。これ、視聴者さんにいただいたやつで、いいね。せっかくなんでしようと思って、ね。これか豚柄が一番いいよな。豚柄ってなんだよ。すいません。よし、というわけで。よっしゃ、今回はラーメン。はい。いいね、自炊ね。いやー、楽しみだねー。ちょっとラーメンは正直、うん、前の自炊よりやっぱ大好きっていうのもあって楽しみです。うん、めちゃくちゃ楽しみ。はい、今回もこんな感じでドンといっぱい買ってまいりましたよ。多すぎだ、これ。多いよ。もうラーメンだけでざっと、4人前なんで、24? はい。24人前。はい、24人前。一応ね。一応ね。俺やめとけっつったんすよ。サブちゃんでも買い出しのシーンあるんですけど。うん、いいよって言ったのに。で、一応ね、足んなかった時の分みたいな、このクソガキ言い出しめて。いや、足んない可能性あるからね。嘘でしょ。24人前食ったら絶対勝てるよ、これ。勝てるね。と、まあ、こういうスープの素とかも売ってるんで、こういうのも買って、うん、で、なんかいろいろね、入れたい具材とか、うん、トッピングを買ってって感じですよね。はい。ただ、作戦、これ逆に前よりむずい説があって、はいはいはい。作り置きはできないんですよ。そうね、一気にバンと作れない。そう、麺が伸びるから、うんうん、だからちょこちょこずつ作っていかなきゃとか、あとうまくこうチームワークで作る係と食う係とかいなきゃいけないっていう。いや、間違いないなぁ。それが結構ね、ややこしいね。ややこしいなぁ。しかもこう、世話しないなぁ。世話しない。うん。あ、でも俺の作戦としては、こういう火とか使わなきゃいけない野菜とか炒める系とかを先に作って、うん、どういうその間沸かしといて、トッピングだけできるようにしようか。あー、なるほどね。あとは食ってる間に麺をぶち込んでみたいな。あー、それの方がいいかも。まあ、そういう作戦だね。そういう作戦でいこう。じゃあ、早速また2時間ですね。はい。やってまいりましょう。よっしゃ。いきますよ。はい。ラーメン VS 寿司、太った方が勝ち対決、用意、スタート。よし、来ました。はい。ということで、じゃあまず、お湯めっちゃ沸かそう。そうだね。より野菜炒めるわ。オッケー、野菜ガンガン炒めて。うん、でさ、なんか、この辺もうムキムキにしといて。出しといてって感じだよね。で、なんかさ、チャーシューとか銀の皿みたいなのあるやん。あそこにもう置いとくみたいな。
そうだね。もうすぐこう、トッピングできるように。そうそうそう。寿司とかさ、何皿ぐらい食うんだろう。まあ、いわは40に迫るぐらいに行くと。ガチ？まあ、俺で40いけちゃうから、それは多分いけると思う。俺確か本気でやった時20ぐらいだったよね。20。そんな半分しか食えないことある？マジ寿司って、みんな最高何皿っすか？ちょっとコメントでマウント取り合いしましょう。全然いると思うよ、40、50の人。俺マジで本気でやって30いけなかったんですよね。記憶にあるんですけど。ということで、はい、はま寿司さん来ました。はい、寿司チームというわけで、はい、明確にこれはどんぐらい食べたかっていうのは、あ、何皿ってこと、何皿とか出ますんで、はい、まあ俺は34皿。おお、いけるんすか。余裕でしょ。34いったらマジででかい。まあ岩がどんだけ頑張るかやな。俺自分のマックスで35皿は食ったほうが、ん、なるほど。じゃあそれ言ってないかったら頑張ってないってこと。いや俺もね、高校の時にね、自己ベストなんよね、実は。おお、高校の時に25皿くらいで自己ベストなんよ。あ、なるほどね、うん、YouTube 始めてからは、 YouTube 始めてからは分かんない、20いってないんじゃない。じゃあお互いちょっと25と35はちょっと超える。まあそうだね、ベストを尽くす、ベスト尽くして、はい、目標っすけどね。ただそこまでいったらだいぶ、そうなんよな、ってると思うよ。まあ、とりあえずこのもう飯を選ぶよっていうところからスタートするんで。そうっすね、はい、心の準備できたら言ってください。待ってます。いやー、ちょっともうちょっとだけ待ってもらって。はい、全然全然。あー、どうしよう。いけんかー。ずっと待ってますから。あー、どうしようかな。早くしろよ、早くしろよ、早くしろ。まだ行った顔面のど真ん中にツッコミのパンチ入るあんまないから。じゃあ準備できました。よし、じゃあ僕タイムキーパーやっていきたいと思います。2時間。2時間ね。はい、マジ負けらんないからね今回。当たり前や。勝ったら打ち上げ行こうな。いけるかな。そのままガールズバー。ああ、ガールズバーって軽く。よーい、スタート。始まりました。よし、注文していきましょう。注文しよう。で、そんな焦んなくていい。そうそうそう。で、最初は自分の好きなやつでいいんで、で、僕の経験上なんですけど、マグロは非常に食いやすい。そうなの。マグロはすんたいと。めっちゃ楽しもうとしてるやん。え？どんどん行くよ。俺軍艦好きなんよね。あ、軍艦ね。あ、マグタタ、マグタタ俺も行こうかな。めっちゃ行くやん。こんなん何個あってもいいっすから。いや、何個あってもいいっすけど。だけしていいですか、もう。早いって。あ、まだか。ということで、はい、届きました、いっぱい届きました。まあ、いろいろバーって頼んだって感じですか。はい、これはもう非常にワクワクさんです。はい、好きなものをバッと頼みました。せーの、いただきます。うわっ、久々のうめー。やば、これをあと30回やればいいだけでしょ。そう。え、余裕じゃん。ってことは30いけるってこと。30いきます。すっ、うん、もう年も30近いんでね。え、年の数くらい食えない。近くないでしょ。近い、28だもん。え、なんかゆっくり食うみたいな話だったけど、うますぎて止まんねえ。うわ、よかった、マジ寿司チームでよかった、マジ寿司チームでよかったっす。いまだにさ、このさ、ベストが分からない。あー、わかるわかる。どんぐらいでいいんだよ。ほんとね、少量でも何回も飲めるんだよね。ね、裂かれてる。あ、ごくん、じゃあ俺自分のこと落としてるわ。今ちょっとお茶作ってるんで、僕の方にカメラ向いてるんですけど、間もなく戻りますんで、あの怖い思いしてると思います、皆さん。急にね、トシソーの顔が来てると思ってびっくりすると思うんですけど。欲しそうやったね。やかましいわ。これどんどん注文もしていきたいね。そうだ、うん、でさ、うん、これ何？あ、サーモン。あ、これは切って、うん、使いたい。聞いたことないけど、あのラーメン作るってなったらサーモン買う人、ね、いや、なんかね、せっかくだしちょっとそういう創作料理もありかななんつってね。絶対寿司ちょっと食いたかったよ、うん。絶対出てるやん、ナポリ。そうなんよね。うわ、めっちゃくっそ上がるんだけど、これだけで。
やば。見てよみんなこれ。もうラーメン屋さんでしょこれ。こんだけ俺ら食おうとしてるこれ。ほんま？ほんまかってぐらい作ってるけど。これトッピングだけで十分な可能性あるよ。バリバリ塩コショウ。じゃあ。うい。いや、かし鍋振っちゃえ振っちゃえ。練習したの？うん。はい。こんにちは。こんにちは。ちょっと熱いよ。こんにちは。そしていけ。ファイヤーってちゃんと言ってね。せーの。ファイヤー。見たぞ。冷たい熱いか熱いか熱すぎすぎでしょ。よし、あとはラーメン茹でるだけ。よっしゃ、おもろ。ラーメン作るのえぐいな。うちにはこれがあります。はい、普通ないのよこれ、ね、味噌ラーメンに入りました。おお、仕込み間に合ってる？間に合ってます。あ、新人。はい、ちゃんと丁寧やね。腕毛とか入ったら危ねえから。今度腕毛処理してこいよ次は。すいません。ああ、気をつけろな。一つで二人前ね、入れます。じゃないと、手間がやばいことになる。やばい、やばい。忙しいっすね、今日も店長。おいよ。なんか立場逆転してる。お客さん結構待たしちゃってます。おう、急いで。はい。いい感じ。店長、じゃあ、麺お願いします。おう。ちょっと重かせ。はい。いくぞ、カセットテープ。はい。カセットテープじゃないです。じゃあ、切っちゃうよ。お。ちょっと待ってください、カセさん。写真撮ろう。マジでラーメン職人すぎ。うわ、これ確かによいしょ。うわ、いいね、いいね。野菜を盛り付けて。うわ、これ絶対うまいっすよ先輩。いや、うまいよ。チャーシューも。あららららら。麺味ですね。よし、じゃあできたんで運んでいきます。はいよ。ワンダーラーメンお待たせしました。おーすい。それこれ何ですか？え、店長、野菜たっぷり、野菜たっぷり味噌ラーメン持ってる。野菜、はい、お客様お待たせしました。あ、よっしゃー。野菜こってり関東の系で。店長、待ってますか？なんかいや、違うんだけど。全然違うんだけど。全然違うんだけど。別に、プライベートだったらもう帰ってもいいや。嘘つけよ、おい。マジかよ。1、2、3、4、5。プライベートだったらね。あ、プライベート。あんま考えないようにしてるけど。え、違う。プライベートだったらって言っても満足ってことでしょ。全然満足です。もうタバコ吸いたいです。なんでやねん。女子や。セクハラだぞ、それ。そのなんか食うようで男子女子みたいな。あ、いやいや、まあ男だったらもっと食えみたいな。いや、まあそうなんですけど、今の時代にそぐわないな。23分経過。なるほどね。お腹すいてきました。胃が気づき始めて。俺も胃は気づき始めてるよ。あの、どっちの悪い意味で。あ、ですよね。うん、まあでも考えないようにしてる、なんも。いや、素晴らしい、うん、これマジメンタル系でもあるからな。お茶ゲー。いや、そう、お茶がね、毎回毎回ね、リセットスタンプ押してくるの。おでかのカード、リセットスタンプ。読むんじゃないの、読むんじゃない。え、そうですけど、みたいな感じになってて。もう一回やる。あ、もう一回とか大丈夫。もう一パターンのツッコミを取ってくる。いや、俺ツッコミ悪かったってこと。いくよ。今悪くない、悪くない。悪くない、悪くないけど、一応ね、一応お茶がね、毎回毎回リセットスタンプをしてくれるの。相手のサイドの数だけドローするやつじゃねえよ。もう一回やってく。あ、違う、もう一回やろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10皿いきました。オッケー。残り時間1時間半。なるほどね。30分で10皿だから、俺今日40皿ペースから。いける。まあまあまあ、できたぞ店長。いや、めっちゃ見栄え良くないですか店長。やばい。現在、43分経ってます。43分。なるほど。残り1時間17分あるから。オッケーオッケーオッケー。いや、どん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 作っていこうっていうね。もう下ごしらえはできてるからね。そうです。あとはもう麺茹でてってだけなんで、うん、こっちが野菜たっぷり味噌ラーメン。はい。こちらがワンタン醤油ラーメン。はい。いや、これはもう食べよう。すごくない？やばい、せーの、いただきます。これ、こんな上手にできるもんかね。ね、見た目すごいわ。味噌ラーメンすごい。あ、
あー美味しい、うん、美味しい、あーうまい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 、めっちゃ、ちゃんと濃厚じゃん、うん、じゃあいただきます、はいどう、全国展開しよう、開業します、はい、うまいやばい、じゃあ交換しようよ、うわマジでちゃんとワンタンラーメンって感じだこれ、そうなんよ、いただきます、うん、でもマジでワンタンラーメン、うん、うーん、マジでうまない、うまい、これマジうまいな、マジうまいっすね、うわこれ歌詞いけるぞ、これいける、ありえないぐらいうまい、うん、ここやめて、うわぁ、さすがにラーメンならその料理の満足感みたいなあったやん、この間さ感じたじゃん、うん、それ凌駕すると思うわ、いやするね、ラーメンちょっと異次元、異次元やっぱり酸っぱすぎるから、うん、だしさ、まあ、これもさ色々いろいろこう出来合いのもん買ってさ、まあ、トッピングとかしてるわけや、そうね、インスタントとかと全然違う、全然違う、こんな違うかってぐらい一手間あるだけで、マジでそう、自分で作った方がうまいわ、うん、ちょっと待って、めっちゃ多いね、2人前、多いね多いね、やっぱり多いよ、思ったより、うん、でもね、まあみんなわかんないと思うけど山岡屋より多いです、多い、めっちゃ多いこれ、うん、これあいつらにも食わしたかったな、ね、残念だけど24人前食っちゃうからな、残んないんだよな、申し訳ないけど、今2人前これ食ってもう分かったわ、24人前はバカすぎるこれやっと4人前だもんそう、4人前あと5杯あるってことでしょ、うん、マジ太麺食えねえかも、もう OK、 これ次にしていいから OK、 次じゃあ海鮮のやつ作ろう、うん、よし、じゃあ2杯目作ろう、よいしょ、よっしゃ、2杯目、おいよいっちゃってくれ、醤油ラーメン特盛り入りました、おーい、サーモンいきますか、サーモンいきましょう、魚介スープなんでね、いい感じに、彩りバグりすぎだろ、彩りバグりすぎだろこれはい、ごちそうさまでした、あー、はいはいはい、はい、いや、うまかったね、あ、はいはいはい、まだ終わったです、ぐーん、休憩です、今ね、葵くんに席座ってもらって、はい、その隙にちょっとタバコ休憩、そうですね、してます、まあ1時間なんで、うん、やっぱ二部構成ですよね、まあ、そうですね、うん、ふんだんに使ってやっぱ食欲をどんどん促進していかないと、そうですよね、やっぱタバコでも吸ってね、うんうん、ちょうどほら1時間経過です今、おお、ちょうどや、残り1時間1分で、まあ後半でもう15皿食って、俺はまあ29、おお、バンで29、30いったらちょっと生意気だなって思われちゃうんで、思うか、やっぱ弱いやつがいた方がさ強いやつも目立つやん、大丈夫です、うん、僕そんなプライドとかないんで、いや、いかにもなんかわざとやってますんでやめて、でもただ食えないだけ、俺が負けてるところなんて全部わざとよこのメインフェーズのチャンネルで、本当は食えんのにってこと？本当は食えるし、うん、なんかいろいろ、なんか100キロマラソンとかも負けたりもしたけど、うん、あれはもう全部エンタメ？エンタメよ、おい、ダサもうこっから、うん、てかなんかね、本当にポンポン食えるわ、なんか意外といけてるみたいな話聞きましたけど、うん、意外といけてるし、意外となんかそんなもっとバクバクいかないと体重増えないんじゃねえかなとも思ってきた、おー、いいからもう楽しむの終わりで、はい、ガンガン詰め込んだ方がいい可能性出てきてる、詰め込みますわ、だお茶とかもぐいぐい飲んで、そうね、うん、水分結構大事なんで、うん、OK11、 OK12、 よし、そんな感じで、じゃあ後半戦、後半戦はもうバクバク食います、バクバク食ってこう、じゃあ、じゃあ戻りましょう、食べまーす、はい、ということで残り55分、はい、つまみ食いの葵は食いました、はい、定食金2800ドル、はい、つまみ食いの葵、つまみ食いの葵、海賊だったの、海賊、マグロたたき納豆をとりあえず3皿、いい、あ、4皿頼んじゃった、あ、俺も食うわ、で、まあカッパ巻きを2皿、今日カッパ巻きどんな感じの相性か、あ、試してみます、うん、大丈夫大丈夫、お腹いっぱいじゃない、いいメンタル、うん、俺ってね、強いよ普通に、勝ちに行ってる時の俺って強いよ、あ、勝ちに貪欲のくてもらえぐい、手段選ばないよ、手段一つしかないですよ、あ、そうなんですか、あ、食べるしかないんで、はい、しかもコーラ我慢してるからね今回、うん、負けるわけないよね、負けるわけない、よっしゃ、これで5皿でしょ、ちょっと納豆巻きとか欲しいな、確かに納豆巻きマジいいぞ、よし、カッパ巻き、やばいやばいやばい、カッパ巻き多くね、待って、ええこんなボリューミーだったっけ、めっちゃ多くて、その別に質量的には別にいいんだけど、あ、そっか、いいのか、いいんだけど、そのなんか皿数のあれはできないですね、うん、確かに確かに、うんこ、うんこしゃがってきた
それ5ハットだよ。7枚なんですよ。出した分食ってもらわないと。プラスアルファでね。確かにね。35プラスアルファで出した分。17皿目ぐらい。いや、いいね、この。これガチで、今何分目ぐらい ?85。あー、8.5。はい。なるほど、17で8.5。じゃあ、7.5 か。こんな多かったっけ、カップ巻き。これの半分ぐらいだった気がするんだけどな。いや、でもこんなやった気がするけどな。まあいいや、これ別に皿数稼げないけど、質量稼げるんで。さて、よいしょ、2杯目完成。2杯目今回は僕が、さっきカズが食べてたワンタン醤油ラーメン。はい。で、カズさんこれ何ですか？魚介サーモン豚骨ラーメン。醤油抜けてたわ。豚骨醤油らしいんで。なるほど。うん。でも、見た目悪くないよね。ちょっといい感じじゃん。なんかありそう。いや、ありそう、ありそう、うん、マジで。だってこれおもろいよ。下のスープついてる方が、うん、ちょっともう、茹で上がってて。そうそうそう、うらうら炙ってんねん。うわ、うまそう。で、表面が生みたいな。そう。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。サーモンだけいっていい？一回食ってみて。うん、もう刺身じゃなくなってる。ああ、もう鮭に近い。鮭に近い。めっちゃいい。合うし、魚介豚骨、さすがに。いや、よかった。うん、うわあ、もうこれで4杯目だからな、実質。うん、いただきまーす。でもうまっ。うまい。え、待って、スープやばいっしょ、絶対。めっちゃいい、鮭。サーモンじゃなくなってる、鮭。あ、じゃあ、カズシがラーメンやるときはそれもうメニューだね。いや、あるある、マジである。サーモンラーメン。うん、うん、ちょっと待って、麺多すぎる。多いね。だってあのさ、長いフラットやん、ラーメン1個でいってるやつ、うん、あれ全部食ってんだぜ、一気に。そういうこと。そう思うとやばいぞ。で、トッピングも倍だぜ。うん、まあでも一気にこう食わないと。いや、ほんとそう、そう、俺ら、そう、作る過程込みだからさ、時間残り50分。うん、なるほどね。うわぁ、3杯目いくか。マジでいける。いやー、まあ頑張ってって感じなの。ちょっと待って、俺これが食えない、やばい。きつっ。きつっ。今回あの作った時のさ、あの幸福度のやつなかったんだよね。いや、なかったな。楽しみすぎて。うん、なかった。なのにこれえぐい。よく食ったな。うわ、あいつら何皿食ってると思う、今この段階で。残り40分ぐらいで。まあ30はいってるな、岩は。岩が30いってるよな。うわぁ、うわ、ギリギリでいつも生きて生きてるかもな、これ。あーあー、ここ、いやーやーやー。よし、じゃあ作ってよ、カシ、最後の作っていっちゃおう。しゃー、気合入れるぞ、カシ。しゃー、今寝てたの一緒。よっそ、ラーメン作ってまーす。あと18分。うっ、やばい。休憩すぎたな。休憩すぎた、やばい。やっべー、なるべくぶち込まねえと。最後のラーメンできたぞ。よいしょ。しかし、やばい、あと11分。え、嘘でしょ。じゃあ、葵がまたつまみ食いしに来ました。はい、作ってあげました。いや、ありがてー。裏側は、あの、限界シェアハウスサブチャンネル見てください。お願いします。よし、もう無印の醤油ラーメン、僕1人前。無印、マジで無印、ネギだけで、カズシが味噌ラーメンの無印、これ、2玉分。はい、これ食えたら結構最後の追い込みとしてはマジでいい。はい、ただ10分。ちょっと、いつもの早食いというか普通に食って10分ぐらいなんで。いや、そうだよ。もう行っちゃおう。行こう。よし、よし、いただきます。いただきまーす。いけるとこまで行こう。どうぞ。いただきます。はいよ。すみません。大志、ここ一本集中。お、やっぱラーメン入るな。うわぁ、カチ、もうダメかも、俺。これマジで見た目以上にきつい。連勝かかってるからね。マジで連勝。すごい、よく食ってる、この赤頭。こいつ、ただで仮面赤いだけじゃねえわ。うわぁ、きつい。いや、ほんと白目向いちゃう、これ。あぁ、やばい、下から。おい、我慢しろ、それは。やばい。おい、怖いって出たやん。終わったー。ちょうど終わった。2時間終了。よし、頑張った、チームラーメンマン。チームラーメンマン。いや、でもこれは後悔ないぐらいまで詰め込めた。いや、そうね、これ以上食えって言われたら食えないからな。これでもう負けたら乾杯。乾杯だね。だから絶対勝てる、大丈夫。あとは体重測定でお会いしましょう。お疲れっしゃー。お疲れっしゃー。ごちそうさまです。
あと43分。うん。43？ うん。結構、いいじゃん。これで20。これ24だ。24。あと10。あと10。田村は20皿突破。36分。なるほどね。前はもうエリトン入ってるんだ。で、僕は16分後に死んでる。あ、そっか。なんか前より時間経つの早くね。早い、ね。超一瞬なんだけど。だってさ、さっきタバコ吸って、もう25分経ってるでしょ。やばくね。やばくね。25。何これ一皿3分ペース。4 2 9 8よっしゃ、ちょっと力ずつくなっております。はい、時間過ぎるの待ってます。おい、タイムアップ狙ってる。おおっそう。おい、酔っ払ってる？集中力が。あ、集中力。集中力。残り24分。29。やばい。本当の限界量来てるこれ。え？今何？これ23。おお。でもカッパ巻きは2皿換算で、20。4？5？5？2個で食ってるからカッパ巻き。25皿。お疲れでした。じゃあ限界突破行こう。あ、虚無タイム。えぐい虚無タイム過ごしてたよ。やべ、あと10分。ちょっとお茶流し込みゾーン入るわ。だったら俺いけるわ。OK、32。え、時間が8分。まずい。まずい、来た。嘘、えぐい、いけんの。もうやるしかないと思って。えぐい、この人は。僕34。34。あと4分。あと4分ね。3分50秒。イエス、せーの。あと2分。やばい。1分41。ファイトファイト。あと1分10秒。これ流し込んで終わります。あと50秒やるよ、時間使って。ちょっとずつちょっとずつちょっとずつね。あと40秒。はい、ナイス。33秒残しということで、頑張れたな最後。マジナイス。追い込んだね。じゃあちょっと終了待ちますか。もう10秒まで。そうですね。はい、終了。お疲れ様でした。ね、僕が皿数は25分。おで、まあカッパ巻きとかもあるから27ぐらいは食ってるはずで、岩くん僕は35です。ナイス。お互いノルマは、だから自分の自己ベストとほぼ同じくらい。そうっすね。なんなら超えてんじゃない。なんなら超えてるかも、うん、ということで、はい、まあ、お互いに尽力は出せたんじゃないかなっていう。はい、満を持して帰りましょう。ということで、今回こそ勝てるでしょう。勝ちます。じゃあ一緒にごちそうさまして終わりたいと思います。せーの、ごちそうさまでした。お疲れさまでした。お疲れさまでした。体重測定です。はい。いや、なんか別に前回もめっちゃきつかったんだけど、俺ら今回のはきつかった。マジ？ラーメンきついんかね。だからその説もあったよ。なんか俺らも今回の方がこれまでの経験踏まえても頑張った量食ってんのに、前回の方がきついの。やっぱ麺かな。麺きついんかね。どんぐらい食ったんすか？めっちゃ食った。2人で85。ほんとに？嘘です。びっくりした。いやいや、びっくりした。無理だと思って。内村さんが25。あ、すごい。滝は？滝が35。うわ、60食ってるわ。35か。40いってると思ったな。いやー、俺だったら55とかマジいってたからね。期待してたんだけど。見ただったら20。俺18でしょ。
俺らはそのタマスで言うと俺が4杯ちょっと4杯ちょっとで、カズシが5ぐらいかな。ああ、うわマジ山岡屋やん。いやマジでね、ちょっといつもだったら増えたかなみたいな。マジでショックなんだよね。今回も勝つぞ。勝ちましょう。いやリベンジすっかんな。リベンジ、頭犯されてるやんけ、寿司に。マジ血糖値うまいなじゃあ体重測定、はいはい、またチーム一人ずつ行こうよ。オッケー、誰が行く。じゃあ僕行きましょうか。よー、強気だ。プレッシャーかけてきて、先陣ちょん。プレッシャーで減るからね、体重は。今の体重が先ほど2時間前は 75.3kg。 はい、よっしゃー、行くぞー。77乗ったら怖いぞ、マジで。77がやばい、マジで怖いぞ。いきます。まあ、頼む。うわやばい。よし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 じゃないって感じ。やばいって 2.2 キロ増。あーやばい。前より食った77.5キロ。よっしゃやばい 2.2 やばい。よしすごいすごい、ナイスナイスナイス。よし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 。そうやろ、35歳だもんな。35だもんな。すごい。よしよし、俺行くわ。頼んだ、任せろ。ルタチが 77.3 キロ。んでそんなんだよ。77.3。 80いってくれ。マジでマジ80いく気すんだよ。80いってくれ。 2.7 でしょ。そう、行ったらマジでかい。頼むよ。減ってんじゃね。頼むよ。いや減ってたらもう意味が分からなすぎる。64とか。いやでかっ。でかっ。いきます。はい。うわでかいよ。お前マジで才能だよ、一人の。きたー、マジで才能。79.6 ってことは2.3。よし、おい、マジで才能。取ることの才能だよ。マジ才能すぎる。いや今超えてるね、ギリ超えてね。 0.1 キロ。マジで才能だよ。いけるでしょ。ちょっと俺乗ってみる。オッケー、カズシ。じゃあカズシ行ってみるか。マジでこの間より吐きそう。いやそうなんよ、水とかも今回ねあんま飲んでないんだよ。カズシが 73.9 キロ。はい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 。いやもう2キロは行こう。2キロは行こう。だから76いってほしい。76ね。いきます。頼む。76の感覚はある。ほら、でかすぎる。76.5キロだから 2.6キロ。ぞえぐいえぐい。バケモン。いや、分からん、分からんよ。違う違う、だって俺より10皿さらすそうだ。北村の体重が 58.2キロ。はい。なんで俺らが2人で 4.9 キロ増してるんで、北村が 2.8 キロ増すれば立てます。 2.8 いけそうだから。間違いねえ。61.1。 61.1 立てばいいと言う。60乗せろ。61.1。せーの、間違えろ。オープン。おお。60.2 だから、あ、ぴったり2キロ。ぴったり。というわけで寿司チームの合計で増えた体重の数が 4.2キロ、でラーメンチームの合計で増えた体重が 4.9キロ、でラーメンチームの勝利。イエーイ、2冠取りました。でこれは嬉しいっすね。イエイ、リベンジ失敗。あ、リベンジ失敗です。ういー、乾杯です。でもね、そうだよね、北村もちゃんと2キロ乗ったもんね。でもお互いちゃんと増えてるのすごくね。うん、多分前回のあるから負けらんねーみたいので。はい、というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、X とインスタのフォロー、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジム行くぞ。